はい、それではですね、こちらのね、パールレッドですね、塗ったパーツにですね、こちらのクリアですね、を塗ってコーティングしていきたいと思います。それではね、塗ります。はい、ではですね、こちらのシールドから塗っていきたいと思います。こんな感じでね、クリアコートしていきます。はい、こんな感じですね。よりね、一層鮮やかな色になりますね。はい、こんな感じでね、どんどんやっていきたいと思います。はい、こちらですね。こちらがですね、パールを塗った後、クリアですね、コートしたやつです。こちらはね、まだパールを塗ったままですね。全然この光沢違いますね。こんな感じでね、パール塗装をした後にクリアを拭くと、こんな感じになりますね。いい感じです。はい、こんな感じでですね、パールレッドを塗ってからクリアですね、塗りました。だいぶね、すごいピカピカな感じでいい感じにできましたね。パール塗った後はね、ちょっとパウダーなのでね、全然光沢もなく、こんなんで大丈夫みたいな感じだったんですけど、クリアを拭くとね、いい感じになりましたね。はい、これでね、赤は全て塗り終わりました。いやー、疲れましたけど頑張りましたね。あとね、残りのパーツはほんとね、ガンメタとね、赤に比べるとほんと少ないので、もうちょっとなので頑張りたいと思います。